こんにちは、クライミングチャンネルです。こんにちは。どうもありがとうございます。毎度毎度お疲れ様です。お疲れ様です。いつぶりでしたっけ。もう、いつですか。半年は経ってますよね。何前ですか。何の前。何前でしたっけね。いや、今年今年入ってから春ぐらい。じゃあ春だ。半年経ってないかもしれないですね。ありがとうございます。ということでですね、本日はですね、前回川口さんがお越しいただいた時のことを覚えてらっしゃる、と思うんですけども、K0 のお話をさせていただいた時にちょっといろんなことを匂わせてしまったんですけども、本日はいよいよ情報解禁でございまして、ヘルアドラ社からついにニューラインをお待たせいたしました。お待たせいたしました。 S01 がついに出ましたので、新作です。はい、ヘルアドラのニューシューズ S01 をご紹介したいなと思っておりますので、K01 と、S02 つラインがあるんですけども、何が違うんですか。もっとこう大きな話にすると、各クライミングシューズメーカーに、いろんな形のシューズがあると思うんですよ。もちろんこのメーカーのこの靴は合うけどこの靴は合わない、それっていうのはやっぱり靴の形が違うからであって、このメーカーのこのモデルの足型であれば合うけど、このレースモデルだと合わないとかいうのは、やっぱりそれは靴のシルエット、ラストと言われる、木型なんですけど、靴のシルエットが決まるラストが違うから合う合わないが生まれてくるんですね。で、K01 っていうのはヘルアドラのファーストモデルとして、発売させていただいてるんですけども、足型としては要するに K01 は1つしかないので、もちろん日本人の足型用に作っていた K01 だったんですけども、日々試着会を開催して、クライマーの皆さんの意見を聞いたり、足を見たりしていくと、日本人とはいえいろんな足型の方がいらっしゃいます。やっぱりね、K01の合わない方もいるし、合う方もいるし、もっともっとボリュームの小さい欧米寄りの足型をしている人もいるということで、長期的に3つか4つの、シルエットのシューズをこう進化させていくっていう展望があります。なるほど、その第2弾として、K に続いて S 型のラストを開発して S 型の S01 を発売したということです。なるほど、なんかすごい大きな話って最初にこう振りがありましたけど、マジで大きいですよ。やっぱり靴っていうのは、足本当にいろんな形があるんで、1個の足型じゃ網羅できないってところがあるんで、あればあるほどもちろんいいですけど、やっぱりそこはある程度の数量を決めて、こう足型を、ヘルアドラとしては、まず3型を目標に、今2型なんですけど、3型、4型って出していって、その中にレースがあったり、スリップがあったりっていうバリエーションがあるっていうのが、シューズの基本かなと思ってるんで、今そこの途上です。それぞれの足型を割と網羅できるように。はいですね。なんかいきなりそんなの出しちゃったと思って、この間は最後の次回オープンみたいな感じで、はい、小出しにしたのがいきなり3、4出るって言っちゃいましたよね。いえいえ、3、4出ますけど、この2、3、4の S01 は僕の仕上がりの満足度としてはかなり良くて、ほう、これは傑作シューズになるんじゃないかなと期待してるんですね。じゃあもう早速出してもらっていいですか。はい、じゃあ一回ちょっと靴の方を、ちょっと見てみましょう。見ましょう。ということでいただいてまいりましたけども、これが S01 ヘルアドラのニューシューズ S01 です。で、ちなみにこれ何なんですか。こっちは S01 ローボリュームです。ローボリューム、このプリタブがミントグリーンなのが特徴なんです。ミントグリーンのプルタブで刺繍がシャンパン、シルバーなのがローボリュームです。可愛いですね。そうです。ちなみにローボリュームって、よく例えば帽子のシューズとかでもそういうなんかバリエーションあるじゃないですか。ローボリュームってどういうことですか。ローボリューム、簡単に言うと、容積が小さいってことですね。側長というこの足の長さは先ほど言った横幅、厚み、かかとのボリュームが小さいモデル、今結構メンズの人でも、やっぱりクライミングシューズ結構攻めたりするんで、細身の足の人とかは、
ウィメンズモデルっていう表記してるメーカーもありますし、はいはい、ローボリュームっていう表記もあるんですけども、うん、ベルアドラはローボリュームっていう形で、洋介のちっちゃいモデルを展開しています。そうですね。なので、まあ、あるとね、別にこうメンズモデル、ウィメンズモデルっていうわけではないではないです、はい、メンズでも全然、はい、まあ、もしろ足が合うのであれば、キッズの男の子とか、はいはいはい、全然まあ、これピンクとかにしちゃうと、はい、ローボリューム言うても、ね、ちょっとウィメンズっぽくなるじゃないですか。そうですね。なんでローボリュームでこうミントグリーンの、まあ、男の子が履けるデザインとかしたつもりなんで、はい、まあ、両方とも履いて、まあ、サイズ性格がやっぱちょっと違うんですけど、うん、両方とも履いてみていただきたいなと。ありがとうございます、はい、だそうです。で、今回この S01 出していただいたんですけども、はい、特徴として強みなのは何なんですか？ですね、まあ、僕さっきも最初お伝えした通り K のラストに対して、試写会をずっと行っていって、はい、で、まあ、エジプト型って呼ばれる足の親指が一番長い、はい、そして幅が広い、はい、方が高いっていうのが日本人に一番多い足型と言われてます、はい、実際の東京はちょっとわからないんですけど、うん、で、まあ、そこをもとに、実際作ってきました、はい、K01 で試着会を行った結果、僕が見た感想はこれはクライマーさんだからなのかわからないですけど、結構足は細かったり、はい、ギリシャだったり、まあ、かかとのボリュームが結構あったりっていう方がいらっしゃって、まあ、K01 履けないっていう方がいらっしゃるんですね、はあはあ、でそういう人にもぜひペルアドラのシューズを履いてほしいということで、全体的なボリュームを結構落としたんですよ、まず。で、落とすとどうなるかというと、当たって痛いってなるじゃないですか、はい、そこを改善するために、スエロを K01 より薄くして、はい、まあ、足への当たりを柔らかくしました。なるほど。さらに、この履き口に、K01 ここにメッシュを採用したんですけど、はいはいはい、今回はここをゴムにしたので、この柔軟性がかなり上がってます。あ、なるほど。なので格好が高い方が履いたとしても、このゴムの逃げの部分で、うん、ぴったりとフィットするという仕様になります。スウェードをかなり薄くして、強度も保ちつつ、うん、伸縮性もあるスウェードを使ってるんで、まあ、これ履いてもらわないとなんか伝わらないと思うんですけども、靴の中で、まあ、足、まあ、これもちろんまた攻めないシューズとして履いてもらいたいんですけども、はい、まあ、これが足の指だとすると、足の指の腹でホールドをキャッ遠いホールドをキャッチして書き込むときっていうのは、こう指が曲がった状態だと書き込みにくいんですよ。そうですね。で、指の腹を乗せて自分の、まあ、みんな足の指って曲げれると思うんですけど、はい、この指を曲げる力で書き込むことができるぐらい柔らかいんですよ、うん、なるほど。そういう操作を自分で行えるシューズにしたいと思って、はい、よりボリュームを落として操作性の高いシルエットにしました。なるほど。かなり密着感は高い、うん、まあ、それでいて幅は比較的広めなので、はいはいはい、痛くないかなと思います。なんかこの全体的な、そのもう S0 K01 に比べたら S0 はちょっとキュッてなってるイメージなんですけども、はい、足入れはそんなに変わらないんですよね。足入れは多分逆にこの入り口をゴムにしてるんで、うん、いいと感じる人の方がむしろ多いかもしれないです。なるほど、はい。今回、この黒のやつ持ってきていただいたんですけど、はい、これのカラーバリエーションとかっていうのは今後増えたりするんですかね？まあ、S01、このディープブラックっていう一色でまず今展開させていただいてるんですけども、はい、まあ、お客さんの意見とか、はい、こんな色が欲しいとか、うん、いうものがあればカラー展開していってもいいかなと、うん、まずは色というよりは性能を知ってもらいたくて、はい、そうですね。この間黒が一番いいっていう話もありました。はい、黒は汚れも目立たないし、そうですね、目立たないので、確かに、まあ、黒に金の刺繍ってやっぱりここ貫いてきましたけども、はい、かっこいいですよね。貫きました。ここはまあ、まあ、賛否両論あると思うんですけども、はい、まあ、こういう形で配色してるメーカーがほとんどないと思うんですね。これかっこいいと思う人もいいですよね、うん、あとなんかここに星入ってるんですよね、ここの。そうなんですよ、これ今回このベルクロにペルアドラって入ってないんですよ、はいはい、結構シンプルなデザインにしたんですよ。確かに確かに。で、これサンプルで作った時に、はい、
こう横から見たときに、なんか真っ黒で、なんの遊び心もないなと思ったんで、ね、ここのパンチで、星マークを、これ今7つ、はい、サイズこれ EU40 にしたんですけど、7つ取ります。でも、ローボリュームになると、星の数が、もう減ってますね。ここ何年も減ってくるんで、5個になってますね。このパンチングを何種類か作り、はいはい、サイズによって星の数が違うので、あなたのサイズが何個星かは確認してください。だそうです。すごいですね。テラダラ雑学してます。星の数が変わるそうなので、面白いですね。なんかで結果的に、K01 の、まあ、K のラストに合わなかった人に向けて作った S なんですけど、はい、結果論ですよ。これは別に狙って作ったんじゃないんですけど、すごい多くの人が履けるシルエットになりました。なるほど。それはもちろんスウェードを薄くしたからというのもありますし、はい、一切、まあ、シャンクも入ってないし、補強材も一切入ってないんで、スウェードとラバー、ここしか使ってないんですよ。なんで、結構自在性が高いんで、多少攻めて履いたとしても、あんまり攻めることは推奨してないんですけど、攻めて履いたとしても、育てられる靴だし、痛くない。なるほど。という靴になっています。やっぱ、ベルガードラ、K01 履いたことない人も、一旦これ試してみましょうってこと。これは絶対に K01 を履いたことない人、あと履いた人も、履いた人も、ぜひ、K と S も、もう全然別物の靴でありながら、すごい履きやすいので、試していただきたいなと思って。まあ、確かに履かないと分かんないですもんね。はい。そうなんですよね。見た目結構硬そうに、クライミングシューズってこう、尖ってる、硬そうに見えるんですけど、これかなり分かるかな。あ、でもこれができるって結構柔らかい。そう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 。まあこれもこんな感じかな。これなんかよく言うんですよ、ミッドソール、シャンクみたいなやつっていうのはなんか入ってます。一切入ってない。一切入ってない。この4ミリのビブラム XS グリップ2をスウェードの上に乗ってるだけ。今回ラバーの、だからソールの素材とかは変えてないですね。変えてないです。XS グリップ2、はいはい、XS グリップ2で、最後はクリップで、あー、はい、パターをクリップです。なるほど、じゃあ前回と変わらず、はい、まだ岡本さんとは、まあ、まだちょっとコンタクトが取ってないご縁があったということで連絡をお待ちします。岡本さんからのコンタクトは今のところないです。はい、お待ちしております。そうです。ぜひクライミングのシューズのラボを作りませんか。そうですよね。楽しい楽しい。ということで、ありがとうございます、ね。はい、違いない、なんなり、はい、今後の展望にお伺いできまして、はい、すみません、ありがとうございます、お越しいただきまして。ですで、これちなみに今その、まあ、店舗で販売スタートしてますけども、はいはい、あれなんかオンラインショップでも、もうスタートするんですよね。まず順番として、販売店、クライミングジムさんとか、アウトドアショップで実販売というものがまず最初優先の初回ロットになります、はい、でそれが今発売されている、まあ、ちょっとインスタグラムでチェックしてもらえれば、はい、もちろん店舗に取り扱い、もちろんサイズとか売り切れもあると思うので必ず問い合わせしてほしいんですけども、調べていただいてお問い合わせいただければと思います。でオンラインショップは、まあ秋10月、はい、11月、10月ぐらいには徐々にスタートして、はい、まあ、ベルダのオンラインショップは今もあるんですけど、はい、S01 のラインナップとしてはその10月か11月ぐらいに、10月、11月ごろ、はい、10月にちょっと頑張って、はい、ちょっと販売できるようにしたいと思います。そうですね。で、ベルダのオンラインショップは、シューズを購入の方は送料はもちろん無料ですし、サイズ交換も往復無料です、はい。マジですか？1回までなんで、まあサイズ感だけちょっと表でチャートで見てもらって、はい、まあ、およそのサイズを買っていただき、調整ということが可能なので、はい、まあ、試着できない地域の方もいらっしゃると思うんですけども、うん、まあ、サイズ交換できるんで、はいはい、ぜひオンラインショップの方でご購入いただければ。なるほど。ちなみにその K01 履いてた人を、はい、が、まあ、S01 履くってなった場合、はい、そのサイズ感とかって変わったりするんですか？同じか、はい、下げるケースっていうのは見たことないです。なるほど。これまでの試着会とか見てると思うんで、
同じか 0.5 上げる。なるほど。0.5 上げるかぐらい。1上げるかももう 見たことないんで、はあ、なるほど。それぐらいのサイズ感で、はいはい、選んでいただければ間違いないかな。なるほど。これはやっぱりちょっとこっちの方がシュッとなってる。まあ、K01 と比べて S01 の方がちょっとシュッとなってる。キュッとなってる。そうですね。まあ、足のボリュームによるんですけど、はいはい、長さっていうのは同じグレーディングで作ってるんで変わらないんですが、やっぱこの辺の圧迫感が人の足型によって違うんで、はい、まあ、気になる方はハンバーグ。いうところで調整していただければいいかなと。なるほど、だそうです。まあ、K01 持ってる人は2本の参考にサイズ選んでもらって、はい、とりあえずオンラインで選んで、監督的にそれ参考にしていきますのでね。あと全国のその、まあ、K01 の時にまだお取り扱いのない店舗さんとかで、はい、方がいたら、はい、ぜひ、お問い合わせいただければ、お取り引きの条件とか、はい、まあ、他のメーカーに比べたら、すごく緩い条件でスタートしやすいブランドとか準備してる。正規取り扱い方として、はい、ね、ぜひぜひお問い合わせください。ぜひ見ていらっしゃいましたらお声掛けいただければ。あとはあれですよね、さっきスポンサードプライマーというかサポートアスリートとお話してましたけども、はい、まあ、絶賛募集中っていうことですね。そうですね、まあ、僕もう間もなく、はい、まあ、僕都内とか神奈川のチームに出没しますけど、はい、常にS01 を極力持ち歩いて、はい、全サイズ、はい、車で移動してるので、はい、持ち歩いてるようにします、はい、もし履いてみたい、その、まあ、個人のお客さんもいいんですけど、はい、サポーターちょっとあれですけど、はい、がいらっしゃいましたら、気軽に声かけてくれれば車買ってると思って、はい、ちょっと履いてみるっていうのは、はい、問題ないと思う。なるほど。ちなみにどのあたりのジムですか？僕最近いるのはロッキーさん、品川、はいはいはい、新宿、あと神奈川だとバムさん、バムさん、横浜、はいはい、バムさんがちょっと地元の方なんで、はい、バムさん、あと川崎にある24時間登れるくらいのジムの壁屋さん、壁屋さん、24時間営業、24時間営業、ひどいありますね。いや、どこそのコンビニも24時間営業疑ってるこのご時世に24時間稼働しているジムが、ホテルに併設しているジムなんで、深夜もフロントにその受付がいらっしゃるんですよ。で、夜の時間帯はそのホテルフロントで受付をして、はいはい、新規会員登録をされている方もいるんですよ。ちなみに夜中、はいはい、夜中も、はい、あとは自由に入って、誰も見えないジムできるか、夜中のセッション、夜中のセッション、暑いですね。空調もすごい効いてるし、めちゃくちゃ綺麗なジムなんで。壁屋さん、はい、ぜひちょっとチェックしてみて、チェックしましょう、はい、ちょっと面白そうなんで、はい、やってます、はい、ぜひぜひ。壁屋さん結構出張に、九州から来られた方とか、もう有名ジムのオーナーさんとか、この間たまたま出張で東京のイベントに来てて、はい、夜も来て、まあ、さんですか？まあ、違う違う、普通に展示会できましたけど、ああ、はい、強い人ケイズの時に一回しっかりやってた。はいはいはい、ああ、なるほど、すごい、すごい、いいですね、なんかそういうつながりがすごいです。さぞ楽しいことでしょうね、いつも思ってますけど、まあ、お声かけください、見かけたら、はい、まあ、僕が履いてる靴のわけでは EU41 なので履いてもらうこともできますし、車に、はい、なるべくサイドを積んで移動しようかな。全然話変わりますけど、はい、パウルさんめちゃくちゃ焼けてるじゃないですか。はいはい、何してきたんですか。これは何焼けですか。今年、はい、そのサスケで、はいはい、サスケのこうコンサルチームほうほうみたいなので、はい、まあ、海外にその TBS さんが、はい、アジア系のサスケっていう名前で、はい、サスケペトがやってますね。やってます、はい、それのこう監修に行くんですよ、チーム。あ、じゃあ川口さんが出る側じゃなくて、僕はその安全チェック、まあクライミング業界でいうとセッターみたいな、はあ、サスケのセッター、難易度の調整とか、はいはい、制限時間の調整とかで、やっぱり日本のデータ持ってる、そうですね、持ってる、どうすると、まあ、ベトナムも4年連続行ってるんですけど、やっぱそこのさじ加減、はいはいはい、難易度全滅しちゃダメだし、そうですね、何人か行かせたいなと思うのもあるかもし、もっと今回難しくしたいんだっていう注文に対して、はい、TBS のチームと一緒にみんなで
のさじ加減とカーブスが結構になってるんですよね。そうですそうです。でベトナムに今回10日間ぐらい行ったんですけど、はい、ベトナム暑いんですよ、はい、で毎日こう朝ごはんの後仕事の前にプールに行って、はい、焼くってそこに繋がるんですか、はい、焼くプール仕事。なるほど。でこうなってそれはルーティーンなんですか。ルーティーン、ルーティーン。なんで焼くんですかやっぱほら海外のプールっていうホテルですねあんまりこう混んでるなんつうのそれバーってこう人がいないんですよ。でサマーベッドとかも無料だし、はい、まあ、リラックスした時間を過ごしながら、はい、あのベトナムに行き翌月か、その翌月にドイツに行くんですよ。おそれもあれですか、サスケも。ドイツは忍者ウォーリア。忍者ウォーリア、名前変わります。名前変わりますね。欧米だと忍者ウォーリアなんです。ありますね。忍者ウォーリアは一応選手として代表。はいはいはい。まあ、結果は言えないんですけど、あのオンエアはいつなの YouTube で、ね、あ、なるほど、山田君言えない。日本代表として、ドイツで戦って。ドイツで、この世界大会みたいな。またプール。またプール。またプール。相手は、まあ、焼くのはルーティン。絶対プール行くから、プールない国には行かない。ちゃんと代表としての役が果たしてください。面白いです。いや、でも、なんかいいですね。なんか僕もあれなんですよ。川口さんに言われて、今年からサッカー始まったんですよ。出た。バカ楽しいっすね。どうでしたかデビュー戦。いや、バカ楽しかったっす。全然あのロングボードやったんです、まずは。はい、まずロングボードで。いや、1時間立てました。千葉の方ですか。九十九です。九十九、なかなか波がこうどん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 波が来る。そうそうそう、どんどん来る。どんどん来るから困らないですよ、はい、待ってる。で、別に周りもそんななんか上手い人いるってなく、みんな初心者みたいな多いんで、はい、で、やったらもうバカみたいな楽しい。楽しいっすか。あの油も結構出てないですけど、あのクライミングチャンネル買った場に8月はあの全部の週末くじ引きました。マジっすか。あの会社の中あの普通に大学の友達とかをあの週でこう特価引き換えに忘れてって言って。へー。レンタルボード。あ、レンタルでやってましたね。じゃあ手ぶらで。もう手ぶらで水着だけで。そうなんですよ。水着、そうなんです。水着着てそのまま行けばそのウエットスーツの上とか貸してくれるし、でサーフボード貸してくれて、でビーチまで送迎してくれるし、ああ、で、なんならあの1人当たり3人に1人ぐらいの割合であの教えてくれる人もすると思うっていうの。クライマーの人ってどうですか。僕自然相手にするスポーツ好きだと思うから、サーフィン僕クライマーさん好きだと思うんですけど、でやられてくれます。それなんですよ。僕大学山岳部だったんですけど、山岳部のコーチがまずサーファーだったんです。なるほど。で、川口さんサーファーじゃないですか、はいはい、何かあるんじゃないかと思って僕も始めたんですけど、絶対何かあります。やっぱあるんですよ。絶対通ずるものあります。そもそもクライミングって、まあ、重心移動必要じゃないですか。僕スケボーもちょっとやったんですけど、はいはいはい、あれって絶対汎用性のあるもの、なんかスキルはあると思うんですよ、うん、でなおクライミング特に外のボルダーって言ってる人、ボルダーに限らず外のルートトラックやる人で、やっぱ自然相手にしていくと、うん、こう自分じゃどうにもできないものみたいな、うん、それと戦う感じ、うん、やっぱ何をしようかなと思いました。そうですね。まあ、なんか自分以外のファクターでも自分ではどうしようもないけど、うん、それにあえて抗うっていう、うん、抗うっていうよりはこう乗る、うん、やっぱりクライミングもそうじゃないですか、うん、もうこの形はもうしょうがねえと、はいはい、それに自分でこう順応していって、うん、っていう一連の作業がなんかサーフィン通ずるのあんのかなっていうふうに思いましたね。まあ、サーフィンってクライミングの外の岩とか行くとそうなんだけど、ただサーフィンもその瞬間的になんかこう自然相手になると人間の本能的な野生的な部分で何か対処しなきゃいけない瞬間があると思うんですよ。クライミングの後 そこは多分共通する部分かなって、まあ、いや雪山とかもそうだと思うし、そうですね、僕もちょっとそれを感じましたこんなクライミングシューズ持ちながらサーフィンの話するのもあれですけど、なんか夏はすごい楽しかったですけど、いや僕も今年はちょっといろいろやりたりしたりやりたい、まあ試写会のイベントにも関与して、はい、まあ天気ね結構悪かった日もあったんですけど、はい、まあ、これから外でよしい、はい、そうですね、まあ9月10月まあだんだんと、まあ、9月あるのかもしれないですけど、10月11月とシーズンインなんで、ぜひそれまでには持っておきたいですね、うん、これあのそういえばテスト中にあれ初めて僕足を上げて動画上げてましたね。数時間でサクッとこれで S をこれだけは数時間でアシュラが乗れるサーブ。アシュラは、まあ、足結構良かったですけど、最後のマントルの時って、はいはいはい、まああんまりこう
ホールド結構乗ってるし、スネアリングっぽい感じで、まず難しい。なんかそれ、この靴結構柔らかいから、そうですね、相性良くて。やっぱ柔らかい、ソール柔らかい、靴全体柔らかいって、噛める面積って大きくなりますから。あれ、硬いと多分最後のバンド結構怖いかな、本当にシワをしてないと。そうですね。怖い。結構あれでなんか、こうね、剥離骨折とかなんかした、こう。なるほど、お父さんいらっしゃいますし、それを聞いた後は多分やってないですそうなんですよ。そうそうそう、ベトナムに そのサスケのコンサルでプレイするんですよ、はい、そのね、1週間ぐらい前に出しようと思ったんですよ絶対に怪我しちゃいけない。いや、そういう時にやっちゃいけない課題ですよねでも、靴の柄だろいやー、やっぱそういう接続がないんだよな。いやもう素材はちゃんと全部してるんで、まあ、柔らかい靴ですけど、僕は結構加工なんでいけると思うし、そうですね、試し結構そのベタっていうのを受けるクライミングがバッチリですよね、はい、手が当たったら、まあ、よかったですね、怪我しなくて、まあ、これからもまた外湯は、まあ、なんか登りたい課題も、はいはい、もういろいろあるし、トモも出ましたし、はいはい、そうですね、水が出ましたね。なんか知らない今のは、ここにあったのはいはい、なんかなんとなく噂で聞いたようなものが目に見えてきたので、また行こうかなと思います。なるほど、楽しみにしてます。てか誘ってくださいもちろんです一緒に行きましょう。あの本業の合間もちゃんと休みに行きますので、山本慶太郎と一緒ね。山本慶太郎と一緒ね。サスケの山本慶太郎さんを、まあ、ご存知なんですね。山本慶太郎さんはインスタグラムの動画結構多いんですよ。あ、まあそうですよね。あのロッキーでバンバンやってる動画をどんどん上げてる人です。あ、キャンパーの人です。あ、そうそうそう、ロッキーでキャンパーをする、ロッキーでキャンパーケイタロウです。だから Y ケイタロウ、 Y ケイタロウ、 ケイタロウ。あとはあれですね、アレックスですね。アレックスも同じ慶応の作家で、そうですね。実はサスケにもうセカンドのアレックスに関してはサードステージ行きますね。アレックスも前回僕より進んでます。あと山本さん、山本慶太郎さん、はい、セカンドステージに行きたいし、山本さん、お二人とも実は僕の大学の部活の先輩っていうつながりがあって、同じ釜の飯を食らいながらクライミングに明け暮れてたんですけど、なんか考え事ですよね。それでサスケ、二人ともサスケ出てて、川口さんとすごい仲良くて、うん、まあ、これからはもう彼らの世代なので、はい、なるほど。僕もサスケ出た方がいいんですか。出なくていいです。あ、出なくていいですかすみませんクライマーさんでなんかこう、我こそはっていう、はい、いないですか。あの、サスケっていうのは結構走ったりするんだ、はい、僕やっぱぶら下がるところってクライミングの、まあ、某有名選手がデモンストレーションやったり実はしてるんですよ、テレビに映ってないので。某さんね、テスト、まあテスターでこう、はい、どれぐらいの人がいけるのかっていうのをやったりしてて、もう結構往年の有名なクライマーさんたちがずっと歴史をつないできてるので、ね、テスターはマジで入ります。あ、今そうなんですか。マジで入ります。いや、そのずっとそうなんですか。クレイジークリハンはマジで入ります。その後はワーカーを、そのみんなやつはね、あと清水チャボルさん、はいはい、チャボルさんと同じ人でやつさんとのデビューしたの、なんか興味あるので、ぜひこれ撮るのさ、いいですか。これ以上形容いらないんでいやー残念だな、こっそり申し込みました。そうで、サスケ、まあ、ちょっと話それるんですけど、第37回大会、はい、開催が決定したんですよ。なるほど。で、おそらくこの動画を見る頃にはもう、出場者の募集が締め切っちゃってると思うんですけど、まあ、これからオーディションを終えて、はい、まあその後また収録、はい、またスケジュール見ないですけど収録して、去年が大晦日の放送だったので、約1年近く、はいはいはい、大会がなくて、このサスケ好きの人たちが増えてると思うんですけど。そうですね、あの年末のあれめちゃくちゃ盛り上がりましたね。盛り上がりました。横浜行ったのかと思いましたよ。いやーすごい人でしたよ、しかし。まあ家で、残念ながら家で見てたんですけど、中継してたらもう周りごっそ、あ、明るいのもう満帆でしたね。あれは本当に告知出したらそこまで集まって、ちょっと経理的な問題も含めて焦りましたね。いやでもすごいなんか面白かったですよ。見てるなんか試合がいっぱいいるなっつって僕も出たいなっつっていや結構ね、俺出
キッズクライマーですごい最近、クレイジークリフハンガーの動画とか上げてる子いません？なんかペラドラのサポートクライマー、それこそサポートクライマー、それが山田コーダ、あ、彼なんですね、はい、あ、山田コーダ、あの K01 のロングボリュームを履いてくれてて、 あれが彼なんですね。フィッシュアンドバーで開催されたノーフットゲーム、はいはい、で、まあ、一番オープンでその人がマスターだったんですけど、はい、まあ、僕ちょっと足の怪我とかマスターに出たんですけど、普通に負けました。超強かった。結局ないんだ、この状態残ってました。大人に混じってマスターで結構リーチな体だった、はいはい、履いてくれてるわけですからね。履いてます、はい、なるほど、まあ、彼の実力とテラドラも相まって、そういうことです、今後活躍に期待大ということで、はい、じゃあ、まあ、本日はお越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。教えていただきまして、S01、まあ、ネットでも10月11日、はい、皆様のもとにお届けできるようになりますので、はい、ぜひお楽しみにということで、よろしくお願いします。僕も欲しいです。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。まあ、S01 これからもっといろんな人に履いてもらいたいという思いもありますし、まあ、来年に向けてまたニューモデルの開発を日々進めている最中でございます。まだまだペルアドラの名前を知らない人もいると思うので、これを機会に覚えていただいて、僕の夢はやっぱりオリンピックで表彰台にこの靴が登ることなので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。お願いします。